その拘束力を受け入れることになると。まあ、締結したらですね、受け入れることになると。えー、そして、必要に応じて法改正を国会にお願いする。まあ、その内容に沿ってですね、法改正をお願いすることになる、えー。そのような発言をしておりました。そのことについて取り上げたいと思います。 その前に、ちょっと2点ご案内させてください。明日ですね、3月3日、名古屋で神社チャンネルの羽賀光さんとコラボ講演会をさせていただきます。リアル参加はもうすでに満席になっているんですが、一応オンラインでの後日配信になるんですが、アーカイブ配信の方はお申し込みを受け付けております。お申し込みがですね、3月3日の1時30分までお申し込みが可能みたいですので、もしよかったら概要欄の方から内容の方をチェックしてください。 おお待ちしてりますそしてもう一点ご案内なんですが昨日ですね愛国女子見習いチャンネルのリジーさんと対談動画の方を撮らさせていただきました主に国際情勢特にロシアやウクライナ戦争から見えてくるいろいろなことについてお話をお伺いしてるんですけれどもその続編をですねもう一本動画撮ってるんですけれども明日ですね3月3日の夜8時からこちらのメインチャンネルの方で プレミア公開をさせていただきます。そして、明日の動画もですね、前半は僕の方で、そして8時半からですね、後半はリジーさんの方のチャンネルで続けて公開をさせていただきます。こちらの方も概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら高評価ボタンと通知ベル設定の方を押しておいていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 はい。ということで、早速本題に入りたいと思うんですが、えー、これもご存知の方も多いかもしれないんですが、2, 2月27日にえ開催された衆議院予算委員会のえ中でですね、あの立憲民主党の原口和弘議員が、またこのパンデミック条約や IHR の改正について鋭い質問をえしてくださいました。まあ、これパンデミック条約と呼ぶのか、 パンデミック合意と呼ぶのかまあいろんなね、あのー、あれがあるって結局まだ分かってないんですよね内容的にはまあ一応分かりやすく僕は統一してパンデミック条約と呼ばさせていただいておりますが、えー、そのえ内容を拝見させていただきましたまあ最近ちょっと本当に思ってることがあるんですが原口議員がですね あのもともと本当に日本のためにすごくあのやってくださっていると思うんですがここ最近またなんかこうすごくスイッチが入られているというかあの本当にこの日本の国のためにあのなんだろう自分の人生をかけて自分の命をかけて、えー、すごく活動してくださっているんだなっていうのがこういうこの国会のこう質問の中でですね本当にひしひしと感じて えー、います本当に日本のためにありがとうございます、えー、ただ本当にご自分の体のこともね、えー、大切にしながらあのできる範囲でやってほしいなというふうには思っているんですけれども、えー、今回もですねあの結構長い質問で何分ぐらいあったのかな、えー、これがですねこれ全部、まあ、30分ぐらいあるんですけれども、まあ、パンデミック条約や IHR の改正だけについてではなくて、えー、ロシアやウクライナの戦争について、まあ、日本がねウクライナにこれ支援続ける ののはどうなのかっていうことだったりとか、イスラエルとパレスチナの問題についてだったりとか、あとは、えー、中川翔一さんの話が出てきたりとかですね、まあ、本当に、えー、全部とてもとても重要な話だったりとか、今まで日本の議員さんがあんまり突っ込んでこなかった部分だや、グローバリストに対して、 言ってはいけないんじゃないかみたいな、多分空気感みたいなのがあったのか、もしくは本当にみんなが気づいてなかったのか、よくわかんないんですけども、まあ、そういうところに、えー、本当にストレートに切り込んでくださっております。えー、なので、もしよかったら、これ、えー、原口和弘議員の YouTube チャンネルにこれ30分の動画載っておりますので、えー、興味のある方、ぜひご覧いただければなと思います。これも概要欄にリンクの方を貼っておきます。えー、その中でですね、この、えー、パンデミック条約や IHR の改正について、 上川外務大臣に直接質問をしてくださっております <music> この日ですね、ちょうどその前に WCH の超党派議員連盟の総会があったと思うんですが、その後にこの会があるんですね。 で、その WCH の議員連盟の総会の動画も全部見たんですけれども、この中で厚生労働省の担当者、外務省の担当者の方が来られていたんですが、ほとんどの質問に対して回答ができていない状態だったんですね。わかるものが今いませんとか、ちょっと調べておきますとかっていうことで、全然結局何もわからないんですね。質問に対する回答が。そのもやもやした感じを踏まえてですね、ここでストレートにぶつけてくださっています。で えーっとですね、その大切な部分だけちょっとピックアップしたいと思うんですが、えー、原口和弘議員が、えー、まず大平三原則について、えー、質問をされてます大平三原則。でこの大平三原則って何かっていうとこの WCH 議員連盟の、えー、アドバイザーの一人である林千勝先生がこの WCH 議員連盟の中で質問されていた。 ことの中の中つなんですけれども実はこれもともと日本には法律事項を含む国際約束財政事項を含む国際約束政治的に重要な国際約束これらのことについては条約がつくかつかないかそれは問わず国会で審議承認されなければならないというものが決まりとしてあるらしいんですね。そそううういいいいのははもう決められれててるみたいなんですでそれについては上川 外務大臣も、えー、承知してていいるとと、えー、うことを,を、えー、返答されてます。でその上でですね今回のパンデミック条約や、えー、IHL の改正というのは国会の批准、えー、もしくは国会の承認が必要ですよね。えー、なぜかというとこれ法的拘束力を持つというものは、えー、このパンデミック条約の資料についても、えー、書かれているわけなんです。うん 法的拘束力を持つ。えー、ということは、えー、この法律事項を含む国際約束にこれは該当すると。えー、もしくは政治的に重要な国際約束に該当すると、えー。なので、これはこの大平三原則に該当するので、国会の批准、もしくは国会の承認は必要ですよね。これ当たり前の原則を言っているんですが、違いますかっていう質問をされてるんですね。えー、それに対して、えー、上川外務大臣は、 WHO 憲章といいうものを、えー、もう締結していると、うん、でその中で決められることなので、えー、それについて一つ一つのことについて採択や国会の承認などを求めることはしていませんということをはっきりと言ってるんですよ。<laughs> もう WHO 憲章で締結しているから、えー、個々の事案についてはもういちいち国会の承認などを求めることはしませんと。我が国としては 締結するという声を取らずにその拘束力を受け入れるとということになります <laughs> 拘束力を受け入れるえなので拘束力を受け入れるんだけど国会の承認とか国会で審議はしないですよっていうことを言ってるんですよ。だけど決められたことは受け入れますよって言ってるんです。そして受け入れたことによって必要であれば日本国内の法律の改正もしてあのお願いすることになるということを言ってるわけですね。 これめちゃくちゃ怖いことって分かりますかということは、えー、よくねテドロス事務局長も、まあ、いろんな人がこのねパンデミック条約について推進派の人たちは国のね主権が WHO の方が強くなるわけじゃないんだと国の主権は国の主権であるんだっていうことを必死になって言ってるんだけれどもでもこの答弁を聞いているとですね 国会の承認をせずにもしくは国会で審議をしずに、えー、決められてしまったら、えー、日本はそれを受け入れることになりますとでそれは法的拘束力も持っていますとじゃあその内容の、えー、法的拘束力を持っているのでその内容移管によっては、えー、法律を、えー、日本の中のね法律をそれに合わせて変えていくことを、えー、協力をお願いすることもあるということを言っているわけなんですこれめちゃくちゃ怖いですよね WHO が 決めたことを日本はこれ法的拘束力があるわけですから従わざるを得なくなっていくそれして従うための法律を新しく作っていくだったりとかそういうことができるように流れとしてはなっていくということですよねこれは。 これをはっきりですね、今回、今まで WCH の議員連盟の総会ではですね、厚生労働省の担当者、外務省の担当者は、この辺のところは結構濁して、はっきり回答をしなかったりとかしていたんですが、今回初めてですね、外務大臣がそのようなことを回答されたということで、非常に恐ろしいなというふうに思いました。 えちょっとですね上川陽子外務大臣の発言のところで大事なポイントをちょっとそのままお伝えしたいと思うんですが WHO 憲章についてえということでございますがまあこれ WHO 憲章について聞いているわけじゃないんですが WHO 憲章についてということでございますがこれは昭和26年に国会に提出をしてその締結ご承認をいただいて いるところでありますこれ昭和26年にもう、えー、これ締結しているんですよと国会の承認を得て、えー、そしてこの検証においては、えー、疾病の国際的まん延防止をするためにできる限り多くの加盟国が採択された規則を同時に実施することが望ましいとこうした考えのもとで加盟国から構成される保健総会により、えー、採択された規則は全加盟国に対して効力を有する ととされているところであります保険総関により採択された規則は全加盟国に対して効力を有するだから総会で採択されればそれはもう WHO 検証に基づいて加盟国に効力を有するってこと守らなきゃいけないってことですね加盟国は決められちゃったらでその意味で国際保険規則まあこれ IHR ですねこれもそのような規則の一つであると認識をしております だから IHR の改正、今回大幅改正ということでその中には、かなりですねいろんな問題として取り上げなければいけない項目がいっぱいあるんですけれどももう IHR の改正ももともと締結しているものなのでそれが総会で採択されたら日本という国は加盟国の1つなのでそれを守る、効力を有するということになりますということです。 今の手続きが採用していることも含めまして WHO 憲章の締結につきましては国会のご承認を得てきているということころでございますと、うん。だからもう一度戻ってますね WHO 憲章の締結は国会の承認を得ているだから昭和26年に承認してるでしょ。ね、確かに WHO 憲章に基づいてそれ締結を承認しているかもしれないんだけど内容をどんどん書き換えてるのに 例えばすごい改定があったとしてもこれ総会であの決められてしまえばそれに従わなきゃいけないなぜならばもう昭和26年に承認してるでしょ国会でだからえー変えたら日本もそれはもう新しくいちいち国会で審議する必要ないんですよっていうことなんです怖いですねこれ笑い事じゃないけど本当笑っちゃうぐらい怖いことですよね <うん S 2> そしてえこのため個々の,個々の規則 また、採択やその改正につきまして、逐一、国会の承認を求めることとしておらず、我が国としては、これらを締結するという行為を取らずに、その拘束力を受け入れることになるところでありますと。今、ここですね。えー、国会の承認を求めることはしていませんよと。えー、しかし、えー、新しく締結するとか、そういう行為をもう取らなくて、その、 決められれれれた拘束力を受受けけけけ入入るこことととにななななりますすよいいいうことなんでばもうこれ総会で決まったらですね、えー、先ほどの大平三原則でございますが大平三原則っていうのは、えー、先ほど言った法律事項財政事項、えー、政治的に重要なことに関する国際約束についてですね、えー、それは、えー、国会で審議承認されなければいけないっていうルールが一応日本の中にはあるんですね。 だから大平三原則にこれは該当するんじゃないかだから国会できちんと審議しなければいけないんじゃないですかっていうのが原口議員の言っていることなんですがしかし先ほどの大平三原則でございますが WHO 憲章の定める手続きに基づきまして規則の採択や改正が実際に行われた場合におきましては効力発生までの間に政府としてしかるべく 政省令の整備等の措置を取っているところでありますと、これ大平三原則でございますがと書いていますがだから国会で、えー、審議が必要承認が必要ですということではなくて大平三原則っていうのはあることは分かっておりますしかし WHO の検証の定める手続きに基づいてそっちが優先されるってことですね <laughs> 大平三原則が該当されずに WHO 憲章の定める手続きの方が優先され規則の採択や改正が実際に行われた場合におきましては例えば IHR の改正が行われたりとかパンデミック条約が締結されたりとかした場合はその効力発生までの間に WHO と加盟国で決めたことなので政府としてしかるべく聖書令の整備等の措置を取っていると。 えーまあ、それに合わせてですねいろんなルールを、えー、決めたりしていくということなんですね。と、まあ、いうのは、まあ、政令と省令を合わせた呼び方で共に法律を補足するために制定されるものということで、まあ、あのそういうものを、えー、どんどん作っていくとだから、えー、そのために決められたことを WHO 検証を に基づいてそっちを優先しますよとでそれに合わせて日本の国内の法省令も、あ政省令も、えー、変えていきましょうねということを言っています。そして、また、必要に応じて法改正を国会にお願いするとの対応を取っているところでございますと。まあ、必要に応じて法改正もしていくと、まあ、そこは国会でお願いするというふうに言ってるんですが。 まあそういうふういいいになっていくと,いうこ,とですこれが、えー、日本の外務大臣の、えー、回答になります。ということはですよこれ、えー、今までいろんなことが言われていましたが、えー、基本的に IHR の改正だったりとかパンデミック条約 のまあパンデミック合意になるのかわからないんですが、に関しては、今のところ、ですねえ国会で審議されたりとか、国会の承認が必要になるとか、そういうことは考えてないということです、日本としては。そんな必要ないですよってということなんですね。それよりも、WHO 総会で決められるかどうか、そしてそれに合わせて、決まったら、それは WHO 憲章に基づいて、日本も加盟国なので、それを受け入れますよということなんですね。 でそれがたとえ内容的に法的拘束力を持っていたとしてもそれを日本は受け入れますよえそのえどんな内容であってもね極端な話では WHO その IHR の改正とかパンデミック条約がどんな内容であっても国会で審議する必要はなくそちらを優先して受け入れますよっていうことを言っているわけなんですだから、えー、これはですねもう、 あの残念ながらですがまあ日本としてはそれを進めようとしている側にの立場になっていると思います進めようとしている側の立場ですよねえむしろアメリカのまあこの原口一弘議員の言葉からも入ってたんですがこれ一番進めようとしてる主導してるのはバイデン政権と岸田政権ですよねっていうこともはっきりと言ってますだから日本やアメリカまあ簡単に言うとグローバリストのえ思惑 まあ力が働いていてるところですよね、えー、そこが、えー、これを何とかして、えー、進めたいと今年の5月に締結をしたいというふうにしていると、えー、さらにもう一つですね IHR の改正やパンデミック条約の、えー、締結についてもですねその総会で決められるその4か月前までにその案をですね加盟国各国にきちんとて提出しなければいけないという一応 WHO の中のルールがあるんですね。 ルルールがあるでそれも守られてないじゃないですか結局いまだにパンデミックの定義すら今、えー、内容を考え中ですって言ってるんですね、えー、なのにそれは守られてないだったら今年の5月にこれを決めるというのはルール違反じゃないですかっていうこともこの中で、えー、質問をしていますしかしこれに関しても、えー、いや別にルール違反ではないですともっと前に、えー、きちんと一旦 提示はされていいると加盟国ににこういう,ふうに変,え変えましょううという案ですよねしかしそこからずっと議論していろんなことが変わってきて今内容がどうなっているのかはっきりわからないのにもう一旦出してるからそれで一回提出されてますよというもう無茶苦茶な考え方なんですね無茶苦茶な考え方 じゃあどういう内容になるのか今現在でまだ決まってません内容はっきり分かりませんって言ってるんです日本が WHO にどういう提案をしてるのかも非公開ですって言ってるんですよね、えー、の状態でもう5月に決めますと決めようとしているっていうもう5月ってもう2ヶ月後ですよ <laughs>、うん、もう本当に恐ろしいですね 恐ろしいまあだからもう無理やりこれは通しますよってことを案に言っているようなものです。えー、ということはこれを防ぐためにはどうすればいいかというと残念ながら日本の政府としては、えー、もういけいけどんどんの状態になっているので、えー、その反対する加盟国の中で、ね、反対する国が増えるしかないまず一つ目が、えー。パンデミック条約については3分の 2IHR、えー、の改正については過半数半分ですね。が 賛同しなければ、これはとりあえず一旦破棄されますので、あの通らなくなるので、まあ、持ち越しになるかねえ。なので、とりあえずそれをもう残念ながらですね、日本がとかじゃなくて、もう他の国に頼らざるを得ないということですね。ほ、まあ、他の国では、えー、もう反対を表明している国だったりとかもたくさん出てきているので、あとはどのぐらいその力関係が大きくなるかということですよね。えー、そして2つ目が、まあ、これは絶対ありえないですが、えー、WHO を 日本は脱退すると、まあ、本当にこれ今の WHO だったら僕は本当に脱退し,てほしいですもうまっとうなですね本当に組織で本当に世界中のね人のことだったりとか各国のことを考えてくれているんだったらもちろんまた別ですけれども残念ながら今は WHO もグローバリスト側に乗っ取られてしまっているというふうに見た方が早いですよね。うん だから、もう動かされているわけですよね、いろんな都合のいい人たちによって。だから、これはもう、トランプさんが脱退しようとしたようにですね、日本も脱退するべきなんじゃないかなというふうに思っています。ただ、まあ、それも現実的に考えると、まあ、日本は多分そんなことはしないだろうというふうに思います。えー、そしてですね、3つ目が、えっ、ー、とですね、あのー、やっぱりこれについて、反対の声を上げる国民が、 え増えるとということですよね、えー、そうすれば、えー、ひょっとしたら世論が変わることによって変わるかもしれないもしくは今回通ったとしてもそれによって、えー、世論がそらくおかしいだろうっていう声を上げる人たちがたくさん出ればですね、えー、じゃあ実際にそれをどうしていくかっていうことに関しても、えー、変わる可能性もあるということですよね。えー、日本が 日本の未来をですね日本人が、えー、国民が主体性を持って変えていくってことを考えるとやっぱりこの問題について気づいておかしいと声を上げる人が、えー、増えるということが、えー、やっぱりこの日本の未来を考えた上で、えー、すごく大切なことなんではないかなというふうに僕は思います。えー、皆さんははどうう思いいますででしょうか、えー、ここののの件については、えー、原口和弘 youtube チャンネルで、えーこの 予算委員会のの動画載っってておおりまますすでリンクを貼っておきますそしてもう一つですねこのことについてガナハマサコさんも解説動画を撮られておりますのでそちらも非常に分かりやすいですからそちらもリンクを貼っておきたいと思います。ということでもう5月というと本当にあっという間なのでどういう結果になるのかもう本当に注目してウォッチしていきたいなというふうに思います。はい、えー、といととうことで 僕のチャンネルは全部で5つ、削除対策用に5つありますので、よかったら全部チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、高評価ボタン、えー、通知ベル設定もしておいていただけると嬉しいです。えー、そして、たびたびのご案内になりますが、三、えー、3月3日、明日ですね、えー、名古屋で神社チャンネルの羽賀光さんとコラボ講演会をさせていただきますが、リアル参加満席になっております。オンラインでの、まあ、アーカイブでの後日配信になるんですが、そちらの申し込みは3月3日の1時30分まで。 えー、ギリギリまで受付ができるみたいですので、えー、よかったら概要欄の方からお申し込みくださいそして3月3日明日ですね夜8時から、えー、愛国女子見習いチャンネルのリジーさんと対談動画、えー、2本目ですねを、えー、公開させていただきます、えー、前半を僕のところでそして後半をリジーさんのところで、えー、8時から僕のチャンネルで8時半から後半をリジーさんのチャンネルで、えー、公開しますので、えー、よかったら一緒にご参加いただけると嬉しいです それでは皆さんまた会いましょうバイバイ